はい、皆さんお疲れ様です。ウミネコの鳴く頃に続きを始めていきたいと思います。前回からまたちょっと時間が空いちゃってるんですけど、確か、ハッキョウマリアに対してバトラが、魔女が実際にいるんだったら、今すぐ俺を殺してみろよ、みたいな、ちょっと挑発をしたところで終わったかなと思います。多分ここからあれだよね、魔女がいるいない合戦が始まっていくんじゃないかなと思ってて、まあ推理パートというか、魔女とのなんかへりくつ合戦みたいなのが始まったイメージがありますね。食事が終われば、便所に行きたい奴もいれば一服したくなる奴もいる。俺が厨房へ水を飲みに行ったように、客間から外出した人間は少なくないようだった。結局、夏夜場さんの全員客間に缶詰の号令は一人にならないこと、客間から離れないことが守られるならと、渋々ではあるが撤回されることになった。何しろ11人も人間が早朝からずっと同じ部屋にこもっていれば空気だってよどもうってもんだ。それに多少の時間が経ち、みんなが朝のショックから立ち直れてきたこともあるし、危機感が薄れてきたこともあるのかもしれない。だが、この屋敷の中で6人もの人間が殺されたのだけは、疑いようもない事実なわけで、誰もが完全に油断しきっているわけではなかった。だから、ほんのちょっと悪ぶって廊下の空気を吸うと、そこにポツンといるのが怖くなり、結局は客間に戻ってくるんだった。そうでしょうね。いや、時間が経って治ったっつっても、あの惨状見た後だったらね、まあ、熊沢さんは実際見てないのかな。ほら、あれだ。北風と太陽ってやつ。無理に閉じ込めようとするとみんな抵抗するが、じゃあどうぞお好きに、と言うとおとなしく戻ってくる。人間ってのは天の弱なもんだ。使用人たちは食器の片付けが済むと、夏夜場さんの言いつけ通り、客間におとなしく戻ってきて、入り口に近いソファーに座りじっと待機していた。マリアは魔女ごっこは終わったとでも言うかのように、俺のよく知る無垢なマリアに戻って、うう言っていた。マリアの扱いも今ちょっと困ってんですよね。前回言ったんですけど、二重人格。だとしたら、その人数カウントとかどうなのかなとか。あと、そうですね、コメントでいただいたんだけど、確かに私この18人という人数にちょっと固執しすぎてた感じがあったんで、そうだね、それ以上でも以下でもないっていうところがまだ明言されてないんで、まあちょっと一旦そのあたりのこだわりは捨ててもいいのかなっていう気はしましたね。あ、同じ疑問持つんだね、やっぱり。さっきのあれは一体何だってんだ？俺は自分の後ろにベアトリーチなんてやつが透明な姿で立っているなんて気配は微塵も感じることができなかった。だが、マリアの中にはその気配をわずかに垣間見た気がする。まあそれはね、マリアちゃんは魔女とかの話になると人が変わるね。昨日海岸でバトラ君も見たでしょ。あのサソリのキーホルダーの時か。ただ今日の魔法陣の時もでしょ。あんな機嫌を損ねるみたいな。みんなむしろ魔法陣の方が気にならない。まるでやべえ顔したよあれ。二重人格3段階変がありましたからね。ああ、たまにそういうこともあるな。さっきマリアが魔法陣の話を始めたみたいなやつ。ああ、そうそうそう、そうだよね。たまーにあるぜ。気持ち悪いけどな。ジェシカの話によると、あのキヒヒヒキヒ言えねえよ。ジェシカの話によると、あのキヒヒヒ、いやこれさ、声優さんってすごいね。キヒヒキヒヒヒと笑うマリアはたまに見かけるものらしい。タイミングがタイミングだったし、しかも俺は初めて見たから度肝を抜かれたが、あれってのは何なんだ。マリアは二重人格か何かなのか、それとも本当に霊感が強かったりとかして、そういうのに憑依されたりとかしちまうのか。そういうのじゃないと思う。そういうのではない。バトラ君にも経験ない？小さい頃自分以外の誰かになりたかった。そういうレベルか。あれ、人間生まれたばかりの時は誰だって没個性だ。ところが成長期を迎え、自我ってやつが生まれ始めると没個性なのが許せなくなる。人と違う何かを持ちたくなる。しかし、だからといって、学校で等しく同じことを習い、同じ生活を強いられている自分に、クラスの他の連中と違う何かを得られるはずもない。すると、最初に始めるのはルール破り、いわゆる反抗期だ。みんながルールを守るから、自分だけルールを破って個性を示したい。周りを子供っぽいと言って馬鹿にしながら悪ぶる連中も、こうしてみりゃ可愛いお子様の自分探しってわけだ。はいはい。なんて、偉そうに講釈を垂れているが、この辺はジョージの兄貴の受け売りだ。俺自身、小悪党をぶって、それがかっこいいと思ってきた。恥ずかしいやつでもある。まあまあまあ、そういう時代はありますよね、誰でも。私も中学生ぐらいの時、学ランの、ボタンの留めがね、をなんか裏を喧嘩上等とかにしてましたね。まあ、そうして目立って、異性への気を引きたいお年頃もあったと。成長期の根底には、子供から脱却したいという、ひよこが殻を破るのに似た衝動がある。はい、子供と大人の違いは何かわかるかい？ねえねえ、それとも、いや、そのあたりは要素ではないよね。いいこと言いますね。大人が子供を見下すのは人生経験が少ないからだよ。子供が何を言っても鼻で笑ってしまうのは、世間知らずのくせにと見下しているからだよ。きっと根底にはそういう部分はありますよね、きっと。そういうのわかるぜ。子供の頃って妙に人生ってもう悟り切ったようなことを口にして、
年長者ぶりたくなるよな。大人は子供が何を言っても世の中甘くないとか、社会に出ればわかるとか鼻で笑ってる。まあ実際そうなんだけど、子供的にはそういうのってまあでも見下されてるみたいでムカつくんだよな。ぶっちゃけ大人も何が分かってるわけじゃないんですけどね。なってみて分かるけど。なるほどな。まあもっと経験豊富な方は、そうでもないんだろうけどね。年齢だけ無駄に食ってても尊敬はされねえよな。体だけでかいだけだったら意味ないですね。となるとつまり、子供から脱却したいという衝動を持つ時期に、かつ他者とは違うという個性を持ちたくなる。なるほど。子供からの脱却がつまり知識や経験なのだとしたら、なるほど。他人の持ち得ない知識を持つことが一つのアイデンティティになる。まあまあまあ、わからんでもないっすよね。まあそれこそ中二病ってまさにそういうもんだもんな。小学校の頃なんかさ、クラスの誰も知らないことを雑学王みたいな人いましたよね。あったあったあった。マドラもそういう経験あるだろう。ありましたね。それがなんかブームになったりね。何か一芸に秀でたいと思うお年頃って、確かに小学生だとさ、なんかビーズ な大きいビーズのセットとか持ってるとすごい人気者だったりした子がいた気がする。つまり ちょっと違うかな。わけか、健全な意味での成長期はそうして没個性を脱却するために人が持たない知識やスキルを身につけることを促す。これは社会学的にも面白いことだよ。人が没個性を嫌うために人と違う技術を身につけようとする。なんか今割と私今社会は幅広い技術を獲得して立脚する。これ聞き流しちゃってるんですけど、高度なプログラミングに驚かされるね。ここでこの話をする意味は何だ。個性がネガティブに働くこともあるぜ。クラスみんなが真剣に勉強してるから俺だけはサボって目立とうとかよ。そりゃ俺のことだがな。そんな俺を放課後にビンタしてくれた中学の先生にはようやく最近になって感謝できるようになったが、時代ですね。ビンタしてくれる先生ってのは。成績のいい連中を周回遅れにさせてやるぜってマラソンで全力疾走とか、そういう気持ちはあったな。まあ体罰もね、今いろいろ時代的に難しいですけど、多少はいいと思いますけどね。痛みを知らない子供が増えちゃってるような気はしますからね。どうしてもちゃんと成長期してるな。いや、ボンボンぶん殴れたわけじゃないですよ。やっぱり肉体的な、そうだね、足が速い方がモテるとかね。同じ時期に女子は精神的な面に向きやすいんだよ。バトラのクラスの女子にも占いとか霊感とかそんなこと言ってる女子連中のグループがあったりしてたの。はいはい、ありましたね。あったあった。人の星座とか血液型とか聞いてきて、やっぱりクスクスとか笑われると大いにムカついたもんだぜ。どこのクラスに行っても女子は占いが好きだし、決まって霊感に強いだの弱いだの、感受性がどうこう、見えないものが見えちまうだの、そういう出会いが必ずいたもんだぜ。なんだろう、マリアのあれはただの個性ですよとか年齢的なもんですよって丸め込もうとされてるような気はするな。男の子と違い、内向的な世界に関心を持ちやすい女の子にとってそれはアイデンティティを確立しやすくて、かつ興味深いジャンルなんだよ。はい。男子が成長期に入ると急に悪ぶったりして大人に反抗を始めるのと全く同じに、女子も成長期に入るとそういうのに興味が出るようになるんだよ。私はそうでもなかったけどさ。うん、つまりマリアがオカルトに関心があるのは、そういうレベルか。年頃の女の子としてはそう珍しくもない。聖書読むか、マジか。そこまでは納得できても、あの気味の悪い二重人格のようなものは説明できるんだろうか。いや、なんとなく納得できるような気がする。あ、そういう感じなんだ。さっきも言った通り、大人になるというのは知識や経験を持つことを言う。だからそれを得るために子供たちはいろいろなことを学んで子供を脱却しなければならないんだけど、子供の世界に今も昔もはびこっているある便利な妄想があるんだよ。わかるかい？漫画やアニメに多いだろ。ほらあれだよ、前世の記憶が蘇ってとか、はい、偉大なるなんとかの魂が乗り移ってとか、はいはい、まあ今は逆に時代は異世界転生ですけどね。知識を持って次の世界、まあそれもある意味そうか、前世の記憶か。そうだね、まあ、昔から変わらないってことですね。こういう流行とか考えることってのは、いろいろあるな。どういうわけか、あの時期はそういうのがやたらと流行るもんさ。どうしてだ。今挙げたキーワードは全て子供の自分に知識や経験を直ちに付加できる幻想だからだよ。9歳の女の子も千年を生きた魔女が私に憑依していると言い出せば1009歳のアイデンティティが得られるわけだからね。ああ、お手軽なんだな。
勉強するのは面倒くさ、はい、でも人とは違うスキルを持って周りに威張りたい、チヤホヤされたいっていう連中にとっては便利な妄想なんだよな。ただマリアは従前な知識を持ってますよね、あれは。普通にだって魔法人とかさ、ヘブライ語とかさ、あのにわかの知識じゃできないことなんだよな、あれ。勉強せずに楽して威張れる。なるほど、子供の願望そのものなわけだ。あとは子供からの脱却願望には必ず自分の理想像の自己投影が行われ、その願望の姿が別人格として形成されることが少なくない。バトラ君だって家と学校では多少キャラクターが違うということがあるんじゃないかな。多分家での自分の姿をクラスの友人たちに見せるのは恥ずかしいはずだよ。学校の自分は自分のなりたい姿の投影で、家の自分は本来の姿だから。つまりキャラクターの使い分けというか、人格の多重化はごくごく当たり前だと言いたいわけか。オカルトが好きな女子はそれを憑依と言ったり覚醒と言ったりするぜ。正直ドン引きするくらいにキャラを変える子もいるよ。男子にもいるだろう。キレたとか言ってやたらめったらスコーゲルに変身するやつ。あれですね、本人はかっこいいと思ってるんだろう。あれですよね、キレて記憶を失って、うわ俺今何してたみたいな記憶なくなったわみたいな。つまりおさらいすると、いますねそういうやつもね。マリアくらいの年頃の女の子がさっきみたいな不気味な二重人格のようなものを見せても、それほど珍しいものじゃないと言いたいのか。簡単にまとめるとそういうことだね。アイデンティティは自己を形成するための大切なもの。それをバカにしたりするとかえってその殻に閉じこもってしまうことも、そこは確かに同意できますね。だからほどほどに付き合ってあげるのが大切なんだよ。それを丸ごと受け入れてあげるのが親の包容力というものなんだけどね。まあローザにその器はなかったですけどね。兄貴それで独身って信じる。いやホンダ結婚するはずだ。今その話題は良くないって。中学くらいに上がってそうな貫禄さ。じゃあローザおばさんもあのマリアの二重人格についてはよく知ってたか。そうなんだよね。だから俺その器がなかったから。知ってたぜ、ここだけの話。家庭、そうそうそう、家庭環境のせいで気持ち悪いし、クラスで実際に別の人格ができちゃったんじゃないかなって思ってたんだよな。マリアがオカルトの話を始めたり魔女みたいな声で笑い出したりすると必ずビンタしてたぜ。だからマリアもローザおばさんがいる時にはそういう話をしないようになったみたいだけど。でも今回はもう嬉しくてダメだったんだろうね。ベアトリーチから手紙をもらったとかさ、成長期を迎えた女の子に起こるちょっとした遊びみたいなもんなのだろうか。さっきのあれは人と違う何かを身につけて没個性を脱却したいと願った少女がオカルトや魔女に興味を持つ、そして幼い自分とは違う自分を持ちたくてマリアが理想する魔女的人格を持ち使い分ける。それは最初非常に不気味なものだと思ったが、こうしてジョージの兄貴に諭されると誰もが一度は通る道だという気もしてくる。俺も内緒だが、幼稚園の頃は地球の平和は俺たちで守るとか言って悪ガキたちと一緒に地球防衛軍を結成していたような。戦闘訓練と称して EDF、EDF と連呼していたことを思い出すと赤面します。EDF って何だろう。マリアはケロッとしていて、相変わらず、ううキャッキャと、年頃の女の子らしい笑い声を上げながら、テレビに没頭している。でもその内面には、彼女は憧れ、盲信する魔女を理想とした、もう一人の人格が眠っているのだ。でもそれは、異常なことでも何でもなく、年頃の女の子の一人として当たり前なこと。少し落ち着いた。さっきの厨房での奇怪な経験のショックが和らぐ。兄貴たちと話をしなかったら、俺は今も背後に、姿の見えぬ魔女がひたひたとつけてくる妄想に怯えていたかもしれない。しかし、本当にそれだけでさっきの出来事を納得してしまっていいのだろうか。うん、そうなんだよ。そう、今の話の下りの意味がどっちなのかなって今考えたんですよ。だから、二重人格を多分疑う人って多いと思っていて、多分私みたいな発想になる人もいると思うんですよ。18人の中に含まれるのとか。だからそれを、キャラクターたちに喋らせることで、これは気にしなくていいんだよと。このマリアのそういう特性っていうか、そういう人格がどうこうじゃなくて、年頃にみんなあることだから気にしなくていいんだよっていう風に、プレイヤーに対して訴えかけてる。マリアのことはそんな気にするなっていう風に訴えかけてんのか、この話としたちゃんとした意味があるかっていうとこですよね。そう、なんかそういう人格とかアイデンティティとか、そういうものがこのウミネコっていうゲームでは重要なファクターになってるよっていうことを伝えたかったのか、どっちなのかなって考えて聞いてましたね、今。マリア一人の問題だったなら、成長期の女の子の気まぐれな妄想と片付けることもできた。しかしあの場には、そうだね、そういえばそうだわ。ゲンジさんもカノン君も、そして熊沢のばあちゃんまでいた。彼らは誰もマリアのそれを否定しなかった。
無言でベアトリーチがいることを肯定していた。なんだか気分が悪くなってくる。エヴァおばさんは19人目など存在しないと主張し、親族のごたごたに絡む内部犯行の事件だと断じている。一方、夏代おばさんはこの屋敷の外に犯人が潜んでいると主張している。それはすなわち内部犯行の否定、19人目の肯定だ。そして厨房でマリアは、そして使用人たちまでもが19人目を肯定した。だが彼らが断じた19人目は人間ではなかった。不可視の魔女が怪しげな何かをしでかしていると言い出すのだ。19人目はいるのかいないのか、そして犯人は人間なのか魔女なのか、いずれの話もなぜか笑い飛ばせない。一番滑稽なはずの魔女の話さえもだ。ん？パリンか？パリンじゃないのか？ジェシカいざない。ベアトリーチェの話ってのは、あ、俺の認識ではこの辺踏み込むのか。森に子供たちが迷い込まないようにってんで作った大人の脅し話だってことになってんだが、うん、この屋敷じゃ違うのか？私もバトラと同じ意見だぜ。こんなのは子供に言うことを聞かせるために親が作った間抜けな階段だと思ってる。まあそういうのはある種信じる信じないはあれだからね、人の自由ではある。口にはできない空気が屋敷内にあることは否めないな。ほら、あの夜口笛吹くとさ、蛇が来るみたいなそういうのと同じだよね。ただ確かあれにもしっかりした意味があって、理由がね、ベアトリーチは夜爪を切ると親の死に目に会えないとかさ。使用人たちは立場上それを疑いないし、ただ言いたいにもしっかりそれを言われてる意味があるから。おじい様と喧嘩がしたいわけもないから表向きは、うん、そういえばそうだね、これもコメントにあったかな。そういう言い伝えがあるってことは何かしらの意味があるっていうことだよねっていう。このお屋敷それも考える必要がありますね。確かにベアトリーチの存在を疑うことはある種のタブーだと思うんだよ。うん、そう年に一度しか来ない僕たちと違ってね。そうでしょ。ジェシカは感服したかのように大きく息を漏らす。どうも兄貴の見立て通りらしい。ジョージ兄さんの言う通りだぜ。みんな腹の中じゃ信じてるわけじゃない。でも表向きはその存在を認めてる。ほら、カウスの存在を認めるようなそんな雰囲気だよ。まあ実際にはいない。つまりあれですよね。わかるわかる。あとまあ前回言った私のある種狂信的っていうのも多分その一部でもありますよね。使用人たちの間ではどういうことになってんだ。やっぱり雇い主のじい様がいるって言ってんだ。そういうことなんじゃないかなと思ってんだけどな。口を合わせてるわけか。さあ詳しくはわからないけど、使用人たちの間ではベアトリーチェの話はある種怪談扱いになってるよ。ほら昨日海岸でシャノンが話してくれたろ。夜見回りをしている時不気味な何かを見かけたとか、そういう話言ってたな。そんな話あれですよ。なんだろう、神社でさ、いたずらするとかさ、お地蔵さんに悪さをするとかさ、なんとなくそういうのってさ、はばかられるじゃん。要はそれって罰が返ってくるのが怖いっていう思いが根底にあるんですよね。だから使用人たちの中ではベアトリーチが多分それなんじゃないかなって思ってますね。だからなんだろう、別に実際信じてるわけじゃないんだけど、ある種の信仰ですよね。だから私たちが物を大切にするっていうのと同じことで、ベアトリーチを大切にしないと自分に何か悪いことが起きるから信じておこうっていうのが根底にあるだけな気はするけど、あそこまで行くかな、お前の後ろにいるぞみたいな。それがちょっと、そこまで行くかだよな。だからそれがやっぱり狂信的につながっちゃってるんですよね、今私の感覚としては。あの時は機嫌を損ねたマリアに合わせてくれてるんだろうと深く気に留めなかったが、確かに大真面目に言っていた気がする。そうだ、確かに言っていた。さっき厨房で源氏さんたちに口々言われたのと同じようなことを確かに言っていた。他にも鬼火や輝く蝶々が舞っているのを見たという使用人も、カノン君もそれらしいものを以前夜の見回りの時に見たことがあると言ってました。あと最近ではお屋敷の中で深夜に不思議な足音をよく聞くと、使用人の間で話題です。私たちはこれは肖像画の中のベアトリーチェ様が姿を消してお屋敷の中を散歩しているんだろうと囁き合ってるんですよ。ずいぶん前ですが、私もそうかもしれない足音を夜の見回りの時に聞いたことがあります。これはさ、なんか金蔵の隠し通路とかあったりしないのかな。そうだ、確かにそう言った。それはさっき聞かされたのと全く同じ話だ。でも怯えることはないんですよ。ベアトリーチェ様は親方様とは異なるもう一人のお屋敷の主です。だから変に怯えたりしないで敬意を持っていれば決して悪いことはしないのだそうです。ただし敬意を持たないと恐ろしいんだったね。はい、
私が勤めを始める直前に階段を転がり落ちて腰に大怪我をして辞めた方はベアトリーチェ様のことを悪く言っていたそうです。だから使用人たちはベアトリーチェ様のお怒りに触れたのだろうと噂し合ったそうです。このシーンをさ、わざわざ回想でもう一回見せるってなんだ。お怒りに触れてどういう意味がある、つまり使用人たちにとってベアトリーチェって存在はお稲荷さんにいたずらした、そうまさにそれ。あ、びっくりした、同じようなこと言ってますね。そういうこと。確かにたたり、たたりって言葉がありましたね。たたりなんて存在しないと誰もが認めるこの現代であっても、人はそれを恐れ最低限の敬いを残している。家を建てるときに神主さんを呼んで土地の神様に敬いを示す儀式は住宅地でもよく見かけるはずだ。まあ、いわゆる地鎮祭ってやつですね。あんなの時間と金の無駄遣いだろうと思うかもしれないが、職人たちはこれをやらないと必ず大きな事故があると言って決しておろそかにしないという、はい、しないですね。必ずやります、あれは。稲荷神社を区画整理なんかで不用意にどかすと、お狐様のたたりがあるってのも聞く話だ。占領軍が飛行場を拡張しようとして、邪魔なお稲荷さんをどかそうとしたら、作業員が次々と謎の高熱で倒れたなんて話をどっかで読んだことがある気がする。近代的なビル街でも同じで、まるでそこだけを避けるように近代的ビルが昔ながらの稲荷神社を挟むように林立しているというのは東京でも珍しい景色ではない。何も日本に限ったものじゃない。多分外国人が赤ん坊に洗礼を受けさせるのも似たようなもんだろう。確かキリスト教の教義じゃ洗礼を受けない魂は一番罪が軽いとはいえ地獄送りの要件を満たしていたはずだ。赤ん坊の額に水なんかけたって子供が泣き叫ぶだけだ。でもそれだけの手間で子供が地獄行きを免れられるなら、親はそのおまじないを喜んで行うだろう。まあ亡くなった後にお経を読んでもらうのと同じようなもんですよね。つまりこれほどに合理的な近代社会を迎えながら、それでもなお我々はある種の信仰と畏怖を捨てられずにいるのだ。それは消極的ではあってもある種の超常的存在の肯定とも言える。この島ではそれがベアトリーチェという名で崇められているという、それだけのことなのか。じゃあつまりこの島でとても人間技とは思えない何かが起これば、それはベアトリーチェの仕業だとなるわけか、シャノンちゃんも言ってた気がするな。ちゃんと閉めたはずの窓や扉や鍵がもう一度見回りに来たら開いていたとか、まあ、これはさ、消したはずの明かりがついていたり、つけたはずの明かりが消えていたり、勘違いじゃねえとかさ、で片付けられるレベルなんだよな。朝出かけようとしたらカバンが見つからないのもベアトリーチェの仕業だってふざけてたんだよね。よく覚えてるな。普通なら妖精さんが隠してくれも言うところがあれ、ジェシカのカバンの話ってそんな不可解だったっけ。になるってだけの話だぜ。普通に勘違いでは起こりえないレベルだったっけな。ま、そんなくったらない話さ。このお屋敷も築30年くらいになるそうだからね。それだけになれば結構年季入ってね。多少の怪談やオカルトは生まれてくるものだよ。学校の七不思議なんかのようにね。そこでチェス盤をひっくり返すぜここでひっくり返す。まあつまりこの島では人間にはできないことはベアトリーチェの仕業と置き換えることができるルールがあるってわけだ。なるほど。人間にはできないこと。人間は何人だ ?18人。18人。つまり犯人は、明言されたね。この島のルールにのっとって、この事件は魔女の仕業だとアピールしてることだ。ああ、それはそうです。つまりそれは、19人目の仕業ですよと、訴えたくて仕方がないわけだ。ああ、まあそうか。そういうことだね。全然気にならない。この2回言うのバテラの口癖ですよね。ダメだ、全然ダメだぜみたいな。仮に不可視の19人目が存在して、そいつが自分の存在をアピールしたいなら、俺ならもっと完璧なタイミングでやるぜ。完璧なタイミングでってのはどういう意味だい？ああ、だって事件は深夜から未明にかけて起こったのは、はい、深夜まで話し合いをしてたり、夜勤をしてたり、あるいは部屋に帰って寝ていたり、どいつもこいつもアリバイが危ういで、そうだね。十分内部犯行が疑われる段階。そういう点ではそうですよね。上司の兄貴もエヴァおばさんに聞かされてるんだろ。内部犯行の可能性が高いって話。まあね。つまり不可視の19人目が実在したなら、最初の事件は自分のアピールに失敗してるんだ。いや、そもそも時間帯がミステイクだ。不可視の19人目をアピールするためには
死んだ6人以外の12人が全員白であることが確定している状況下で行われなければならない。なるほど。疑わしい人間がゼロにならなきゃ自分の存在をアピールできないんだよ。確かにそうですね。全員のアリバイが一番あやふやになる深夜の時間帯。その辺の考えちょっと飛んでたな。19人目にとって自分が一番あやふやになる時間帯でもあるにもかかわらず、その時間を選んで犯行に及んだ。なるほど。そんな時間に犯行を起こせば18人の誰かが疑われるのは明白にもかかわらず、マリアに手紙を渡して魔女を名乗り、誰もが自分でないと否定している。珍しいね、ここマリアちゃんって言わないの。ジョージどうした、なんか意味があるか。今のベアという19人目がいるように見せかけたい人間が18人の中にいると。まああれだよね、言いたいのかよ。魔女アピをしたいっていうのはあるよね、完全に。何だ発想だな。まだお袋の屋敷の外に不審者が潜んでいるって話の方が信憑性があるってもんだぜ。まさかバトラはこの客間の中に犯人がいると疑っているのかよ。ああ、何者かが俺たちにベアトリーチェが存在すると認めさせようとしている。そうさ、昨夜のあの手紙からもう事件は始まっていたんだ。証拠も根拠も何もねえけどな。チェス盤を逆さにした限りじゃ俺の見立てはこんなところだ。ぶっ飛びまくってるにも程があるぜ。妙な推理小説の読みすぎじゃねえのかよ。でも無視できない着眼点もあるね。19人目がいるかいないかは別にしても、その犯人は確実にこの島のルールにのっとって何かを仕掛けてきている。僕はね、今バトラ君の話を聞いていて少しだけ気持ち悪いことを思い出してたんだよ。気持ち悪いこと？気持ち悪いことって？うん、覚えてるかい？ベアトリーチェの手紙。うん、あれだよね。リシの回収を行う、ね、リシの回収を行う言ってましたね。後ろ宮家のすべてだと言った。はい。俺とジェシカは昨夜マリアが読み上げた内容を思い返す。言ってたぜ。確かに言ってた。そしてリシの回収をこれから行うが、黄金の謎を解いたらその権利を失うとも言ってたよな。おじい様は黄金を授かり後ろ宮家を再興した。つまり黄金を資本に生み出したものすべてが利子だってベアトリーチは言っている、うん、つまりってことですよね。金蔵の子供たちも、ま、後ろ宮家のすべて、つまりじい様が生み出したものすべてってことは、じい様から血を分けた一族のことを指すってのかよ。あの手紙をそう読み解いたなら、この殺人はベアトリーチェが行った正当なと言っていいのかどうか分かんないけどさ、となればこの事件はまだ続くよ。リシの回収はまだ途中なんだからね。ジョージはぐるりと客間を見渡す。後ろ宮家の名を持つ者はまだ大勢いるのだ。後ろ宮家の姓を持たない使用人たちもこれを免れてはいないことは、ゴーダさんとシャノンちゃんが殺されたことから分かる。私たち、でもおかしいよジョージ兄さん。ならどうして6人だけ？他に大勢殺せたはず。下手をすれば寝込みを襲って全員を一晩で殺すことも。あ、そっか、まだ儀式。どうしてそれをしなかったの？儀式と結びついてないんだっけ？独立条項だよ。黄金の謎を暴く者が現れたら李氏の権利は失われる。そして手紙の最後にはこう結ばれていたはずだよ。おじい様の黄金の謎をみんなで解いてみろとね。うん、ジーザス、ようやく犯人のメッセージが分かってきたじゃねえか。つまり犯人は俺たちにじい様のあの碑文の謎を解いてみやがると言ってるわけだ。しかもぼやぼやしてればどんどん利子の回収を進めちまうつもりだ。ぶっ飛びまくった想像をいくつも重ねているのは自覚している。だが世の中の出来事ってのは全てが結びついて線になっているわけではない。未知の事象のほとんどは点でしかない。それらを結んで線にすることで俺たちは理解をしていく。その結ぶ線の両端の点には距離が近ければ近いほど理知的で理解に容易だ。そして離れていれば離れているほどそれを書いている。故に距離的にぶっ飛んでいると主張する。だがその結べる距離が狭ければ発想が狭いとも言う。発想は推理と異なるのか？俺は安直な想像で無理やり事件を理解しようとしているだけなのか？いや違う。暗闇の中を手で探る、その探りこそが想像だ。想像だけが結ぶべき点と点を見つけ出す。推理はその間に線を結ぶ行為に過ぎないのだ。想像なくして推理もない。
俺のしていることはぶっ飛んでいるかもしれないが、間違ってもいないはずなんだ。想像の力だけが闇の中から手がかりを見つけ出す。そしてそれを推理の力で結びつける。それは敵の弱点を探し出し、そこを貫くという手順によく似ている。ぶっ飛んでいてもいい。弱点をまず探せ。貫く方法をそれから探す。今は結ぶ先の点を探す段階なんだ。パリン。パリンじゃない。ああ、こっかな、霧は。あ、でもなんかもうちょっとね、パリン来そうだな。これ時間変わる時の描写に似てる気がするけど。どうだ？乗ったパリンか。乗ったパリンですね。はい。じゃあ今回はこの辺りにしましょうか。で、今回に関しては、多分マジで考えることあんまなくて、ほとんど中でキャラクターたちが喋ってくれましたね。あと私も合間合間に、いやこうなんじゃないのっていう話はしたんで、特にはないんだけど、あ、一個だけかな。ごめん、勘違いだったあれなんだけど、魔女の手紙で、今気になってるのはこの特別条項のところですね。ベアトリーチは黄金取引を回収する権利を持つ。ただし、隠された契約の黄金を暴いた者が現れたとき、ベアトリーチはこの権利を全て永遠に放棄しなければならない。まあ、ここまでいいよね。ただ、利子の回収はこれより行えますが、もし皆様のうち誰か一人でも特別条項を満たすなら、すでに回収した分も含めて全てお返ししますって言ってんですよ。死んだ人も返すって言ってんでしょ。どうする気なのかなっていう。なんだっけな。これもコメントでもらったんだけど、事件って考えてるか、ゲームと考えているかっていう話があって、バトラーたちは事件って考えてるんだけど、私も事件って考えてるんですけど、魔女サイドの奴らはゲームって考えてる可能性があって、そこで、なんだろう、推理の食い違いがあったりしたりとか、わざわざ全員にアリバイがないような時間に犯行に及んだっていうのに繋がってるんだと、確かに私も思って。で、魔女っていうことに重きを置いてるんだったら、多分この手紙にも責任を持ってるはずなんですよね。だから、すでに回収した分を必ず返すって言ってんだから、どうする気なのかなっていう。これなんだろう。いや、これ単純に疑問なんですよ。確かあれだよね。碑文にもあったよね。宝を探して、そう、死者の魂を蘇らせとか書いてるけど、どうする気なんだろうなと思って。あー、そこが、だから、魔女は、魔女ってか、魔女サイドはどうせ解けないって思ってるのかだよね、まずは。あとは、もう、ぶっちゃけ解ける解けない関係なく、全員殺す気だったってなると、まあ、相当恨みを買ってることになるんですよね。その恨みの理由とかはまだ全然わかんない。そこがね、そう、疑問に持ってるだけで今これだっていうのは今、明確にパッと思いつかないんですよね。そう、ちょっと話にあげてはいいんだけど、これが何を指しているのかっていうのはちょっとまだ全然思いついてなくて、仮にバトラーが碑文の謎を解きました。じゃあ、利子で払った親の命を返せって言われた時に返せるわけがないじゃん。どうする気なんだろう。黄金で補填すんの？そんなの無理だよね。要は人の心情の話になってくるから。だから、なんだろう。もしかしたら、その、後宮家の人間の命を利子として回収してるっていうのが、そもそも間違ってる可能性があるっていうことか。ちゃんと返せるもので回収してる可能性があるのかな。でも今他に奪われてるものあったっけ？っていうところかな。ちょっとごめんなさい。今回最後の時間は、私の、なんだろう、疑問の投げかけというか、私がこれわかんないなーって思ってるところの話になっちゃったけど、まあ、このあたりに関してはまたストーリーが進んで、もしかしたら話があるかもしれないし、まあ、私が何か思いついたりしたら、また議題というか、話にあげるかもしれないですね。といったところで今回は時間も結構いい感じなので終わりにしましょうか。じゃあ引き続き頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめていただけたら、コメント、高評価、チャンネル登録いただけると励みになります。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。